ミレニアムヒルトンバンコクミレニアムヒルトンバンコクは台湾国のクローンサーンクにある最高級ホテル。チャオプライアー川の川岸に2006年3月1日に開業した32階建て543室の高層ホテル。対岸にロイヤルオーキッドシェラトンホテルタワーズがある。ロビーは12階まで吹き抜けである。すべての部屋からチャオプライアー川を眺めることができる。 客室のインテリアはデザインホテルを彷彿させる。パッケージツアーやホテルクーポンで利用される客室はバンコクのほぼ同じグレードのホテルと比較してやや狭い。4階の屋外にあるプールには砂を張ったビーチが作られてあり、ザ・ビーチと名付けられている。チャオプラヤ川沿いに立つマンダリンオリエンタル、バンコクやザ・ペニッシュラ・バンコク、シャングリラ・ホテル・バンコクと比べて、 バンコクスカイトレインのサパーアンタークシン駅からかなり距離があるが、蒸気シェラトンと同様にホテルサパーアンタークシン、駅間を往復する無料のシャトルボートが一定時間をきに運行されている。このホテルは、アコーホテルズのホテルブランドである、ソフィテルを名乗る予定だったものの、建設が中断し廃墟となり、ヒルトンが購入して、建設を再開し、開業にこぎつけた経緯がある。 ありがとうございます。